かこの壮絶な裏切り。天さんのブログにコメントが殺到。胸が張り裂けそう。悔しさが痛いほどわかります。元スピードの上原貴子と、俳優の阿部剛の不倫疑惑にショックを受けた人も少なくないだろう。ベッキーのゲス不倫や同じく元スピードで国会議員の今井絵理子の不倫疑惑、松井和代が訴える夫、船越英一郎の不倫告発、宮迫博之のオフホワイト不倫など、不倫話は後を絶たないが、その中でも群を抜いてショッキングなのが、今回の一件ではないだろうか。なぜなら上原と、安倍の不倫疑惑を明るみにしたのが、上原の亡くなった夫、天さんの遺書だったからである。天さんは、ヒップホップグループ ET キングのメンバーで、2014年9月25日に、自宅マンションに止めた車内で首を吊って自ら命を絶ち、世間に衝撃を与えた。今回、天さんの弟が公開した遺書には、妻、上原貴子に対し、子供ができない体でごめんと謝りつつ、阿部剛との交際を示唆する言葉が、書かれていた。そして、天さんのスマートフォンには、上原と、阿部の赤裸々な LINE でのやりとりや、二人がキスを交わす写真なども収められていたという。不倫の真偽はともかく、上原貴子は活動休止を発表。一方で天さんが、亡くなる前日にオフィシャルブログに残した最後の記事には、現在2000を超える冥福を祈るコメントが、寄せられている。辛かったですね。悲しかったですね。生きてて欲しかった。無念でなりません。心が痛くてなりません。という悲しみの言葉や、中には、天さんの苦しかったお気持ちを思うと胸が、張り裂けそうです。私は、私の体質のせいで、不妊治療しても授かれず子供を諦めました。自分のせいでごめん、と、思いますよね。天さんもきっと、ごめんね、と、思ってたんですよね。私の弟も嫁に浮気されて自死を選んでしまいました。ご家族の苦しみ、憎しみ、悔しさが痛いほどわかります。毎日辛いです。という共感の言葉、最後まで優しい天くんだったね。自分は、天さんが愛した人を恨んだりしないよ。天さんが大切にした人だから。という温かい言葉も綴られた。天国へ旅立った天さん。その優しさに触れた人たちからのコメントは、今も刻々と、増え続けている。